フェリー立花は、南海フェリーが運航していたフェリー。日本初のカーフェリーであるキーマルの大船として、新居浜造船所で建造され、1986年7月30日に、就航した。本船の就航により、キーマルは引退、スクラップとして解体された。共有建造制度を利用して建造された、船舶整備公団との共有船である。 1997年7月、フェリー剣の就航により、和歌山小松島航路の運用から外れ、大阪アンフェリーの赤市海峡大橋海通対策として、1998年1月19日の泉佐野港への発着地変更に合わせて転廃された。その後、2000年の南海アージラインへの航路上との際に継承されずに引退した。2000年に、 韓国の東洋高速フェリーに売却され、オリエントスターとなり、釜山チェジュ航路に就航した。2003年6月、ギリシャのヘレニックフェアリーズシッピングに売却され、スター A となり、ペラまで改造工事を受けた。2005年5月、マリナ・アルモドラ SA に売却され、アルテミシアとなり、ラフィーナと対岸のエビア島の丸まりを結ぶ航路に就航した。2011年、 ドデクアニソスシーウェイズに売却され、パナギアスキーデニとなり、ロドス、マルマリスコ路及びロドスパノルミキスシミコ路ロに、就航した。南海フェリー、大阪ワンフェリー省エネ化、省力化が図られており、フェリーとして初めて機関室無人化船となった。1987年11月23日、2時50分ごろ、上り台1便で、 小松島港から和歌山港へ向かっていた元船は、紀伊水道の島のヌ島灯台の東南東約5.3海里の地点で、機関故障により漂流していた、プレジャーボート雪江通夜と衝突した。全速力で航行していた元船の右舷船主部が、雪江通夜の右舷船尾部に、後方から約10度の角度で衝突。本船は、右玄船主部の塗装が剥離したのみであったが、 雪江通夜は、右原線尾部が破損、生線尾下部に破壊を生じて後部が水没状態となり、巡視艇に栄光された。また、雪江通夜には3名が乗り組んでおり、衝突直前に海中に飛び込んだ後、付近で捜索に当たっていた巡視艇林道に救助されたが、1名が頭部外傷などにより、死亡、1名が全身打撲などの重傷を負った。 事故原因は夜間の航行を禁止されていた幸恵二世が機関故障のため病白した際に病作長が不十分で装病し無投下で漂流したためとされた。ありがとうございます。